イサオが、あの、怪獣ロボ？ああ。おっと！やっちゃん！大丈夫か？兄貴。何が破壊獣王だよ！ふざけんな！だから言ったんだ！急がないと間に合わなくなるって。え？せっちゃんからだ。カイトが呼んでるって。あのさ、どうした？父ちゃんのことなんだけど、次で最後にしようと思って。え？カイト、最後って？次が父ちゃん取り戻す最後のチャレンジ。全力全開の一回にかける。最後の一回というのはまさか。もしそれでダメなら破壊獣王をどっか、宇宙の果てとか、世界の狭間とかに連れてけないかなって。それは俺に言ってんだな。うん、ゾックス、どうかお願い。わかった。もしもの時はあいつを俺が。もしもなんてあるかよ！カイト、お前がもしものことなんて考えんな！つーか、お前が諦めたって俺は諦めねえぞ！そうでしょ！つか、カイトもやっちゃんもせっちゃんも、三人で勝手に決めんなって話で、カイトの家族は僕らにとっても大事な家族に決まってんじゃん！最後の一回ということなら、それは次に必ず取り戻すという意味の一回です！みんな。おい、忘れたか？お前には俺たちがついてんじゃねえか。五人揃って、機械戦隊全開じゃ。だろ？うん。うん。はい！そうだ。そうだよな。ありがとう、あんたたち。キュン。さあ、そうと決まれば作戦会議と行こうぜ。よーし、破壊獣をなんとかするぞー。おーラブ&ピースだな、兄貴。なんだよ、なんとかするぞって。勢いだけはあんだよな。なあ。誰だ？お、お前！これを分析しろ。データチップ？なんだ？ピシッピシッダーン！ブーン！さあ行け！破壊獣王！ピシッダーン！ピシッダーン！ダンダーン！来た！みんな、よろしく全開！おお！全開！全開！はっ！
五人揃って機械戦隊全開じゃ。はっ、行くぜ、全力全開合体。ででん、全力全開よ、全力全開よ、ドカーン、ボーン、父ちゃん絶対止めてやる、プシッドーン、今チュン、ミラクルパワーを使うチュン、了解、行くよマジヌ、お任せ、はぁーはっ、スーパー戦隊全力ミラクルパワー、よっしゃ、さすがマジーヌ、作戦第一段階成功ですね、うん、ふー、ドーンドーンドーン、うわうわうわ、これじゃあ作戦第二段階はまだ厳しいっす、もっともっと破壊獣王の体力を削らねえと、ゴー、あ、再現戦隊マサトシマエダの活動はご覧のメンバーシップ加入の方々とチャンネル登録してくださってる方々、いつも動画を見てくださる多くの皆様の応援によって支えられています。ありがとう。よろしくお願いします。マエダでした。